エリュクスはシケリア先住民でトロイアの子孫を称するエリミヒトが建設した古代都市でドレバナから1 0トル海岸からは3トル離れている。その名前はギリシア神話のエリクス王に由来する。現在の行政区分ではトラーパニ県エリーチェにあたる。エリクスさんは現在ではサンジュリアーの山と呼ばれているが、 起伏の少ない平原に立つ完全な独立峰であるため、実際の標高より高く見え、実際の高さは665メートルに過ぎないものの、古代だけではなく、近代においても江戸中山に次いで、シケリアで2番目に高い山とみなされていた。このため、ベルギリウスやパノラテン詩人が、エルクス山をアトス山や江戸中山と結びつけて語っているのを見ることができる。 その山頂にはウェヌス、またはアプロディーテーを称える神殿がある。現在の伝説によればアイネーアースがこの神殿を建設し、ウェヌス・エリキナというソエナが派生したと、しばしばラテン作家が述べている。ディオドロスが伝える別の伝説によると、町も神殿も名祖となった英雄、エリクスが建設した。ヘイラクレースがシケリアのこの地域を訪れた時に、エリクスは、 レスリングの試合を挑んだが敗北してしまい土地を失った。しかしヘイラクレイスはエリュクスの領地を自分の子孫がやってくる時まで土地の人間に預けて去った。エリュクスはアプロディーテとブーテースの愛の子であり、この地の王であった。ウェルギリウスはしばしばエリュクスはアイネーアースの兄弟であるとほのめかしているが、この町の建設者とは述べていない。 このアイネイアースとトロイアの指導者であるエリムスとつながる創設伝説は、トゥキリデスが述べるエリクスとセゲスタは、もともとシケリア先住民であるエリミヒトの都市であったという、歴史的事実と符合する。またほとんどの古代の歴史家がエリミヒトは、トロイア人の子孫であると述べている。ロドスのアポローニオスの叙子子、アルゴナウティカには別の説が述べられている。ブーテイスは、 アテナイから来たアルゴナウタイであり、セイレーンの歌声のために船外に落ちてしまった。歴史しそうになったが、キプリスの情けのために救われた。キプリスは、ブーテースを彼女が治めるエリクスに運び、リルバイオンの岬に定住させた。エリクスが、ギリシアの植民都市となったことはないが、他のシケリアの都市と同様に徐々に、ギリシア化していった。しかしながらとキリデスは、 エルクスやセゲスタの住民であったエルミ人を依然として野蛮人と記述している。それ以前のエルクスの歴史は不明であるが、おそらくはより強力なエルミ人都市であるセゲスタに従っており、アテナイのシケリア遠征の失敗後はカルタゴの従属的同盟都市となった。紀元前406年にはエルクスの沖合でカルタゴとシュラクサイの海戦が行われ、シュラクサイが勝利している。 紀元前397年に、シュラクサ祭のディオニュシウス一世が、シケリア西部への大遠征を開始すると、モティア包囲戦の直前に、ディオニュシス軍に加わった。モティアは陥落したものの、翌年には、カルタゴがヒメリコ率いる大軍を派遣してモティアを脱回し、エリクスもカルタゴ側に戻った。ディオニュシオスは、死の直前にも、シケリア西部に遠征し、 一時的にエリクスを支配しているが、直ちにカルタゴが脱回し、エピロス王ピロスの遠征までカルタゴ支配が続いたと思われる。その時、エリクスには自軍の兵だけでなく、カルタゴから強力な援軍が派遣されており、地形的な有利さも手伝ってピロスに大いに抵抗した。しかし、ピロス自身が攻撃部隊を率いて突撃し、 平楽レースの子孫を自負する事故の能力を見せ、エリュクスを陥落させた。第一次ポエに戦争発生時には、エリュクスは再びカルタゴの手にあったことがわかっている。紀元前260年にカルタゴの将軍ハミルカルが近隣に港湾都市ドレパナを建設し、住民をそこに移してエリュクスを破壊した。しかし、古い都市は完全には破壊されなかったようで、 数年後に、ローマの執政官、ルキウス・ユニウス・プルスが自身を神殿と都市の最高管理官に任じている。神殿は強固に要塞化されていたようで、また山の頂上に位置することから、軍事的に強力な拠点とすることができた。このため、ハミルカル・バルカは長い間保持していたエルクテサンの拠点から突然にエリクスに兵を動かし、山頂の神殿を攻略して、 そこを拠点としようとした。しかし、紀元前244年にエリクスの占領には成功したものの、都市はエリクス山の中原にあったため、頂上にある神殿と要塞を攻略することはできなかった。他方でハミルカルはドレバナを維持し、エリクス山陸のローマ軍に包囲はされていたものの、海上交通は維持されており、ドレバナ及びエルクスが最終的に海上したのは、 アイガテス諸島沖の改善で、ローマ海軍が勝利し、カルタゴが講和を求めた後であった。その後エリクスの町のことはよくわからず、都市が再建されたかどうかも疑わしい。キケロは神殿には、触れているが、都市に関しては何も述べていない。ストラボンは、彼の時代には、エリクスは、ほぼ無人であったと述べている。大プリニウスは、シケリアの自治体を列挙しその中にエリクスを含んで、 イルガ、タキトゥスのことによれば、テベリウス帝にエリュクスの神殿の再建を依頼したのは、セゲスタデリ。エリュクスの神殿を管理していたのは、自治体という意味ではセゲスタであったことがわかる。その後のエリュクスの町の消息は不明である。残っていた市民は、山頂の神殿近くに住んでいたようであり、現在のエリーチェも、神殿の周囲に発展している。古代エリュクスの痕跡は、 全く残っていないしかし山の中原の現在のサンターナ女子修道院の場所と推定されている。すでに述べたように、エリクスの神殿は有名なシケリアにおけるトロイア人の移住と関連して語られるこの伝説に何らかの意味があるとすれば多くの作家が語っているように、この神殿はフェニキアの宗教よりはペラスギアン族の宗教との関連が大きいということである。 神殿の建設をアイネーアースの時代より前とする作家の場合でもアイネーアースはここを訪れて多くの寄進をしたとしている。エリュクスの聖域はフェニキア人、カルタゴ人、ギリシャ人、及びローマ人によって同等に敬意を払われるという幸運を持っていたことは確かである。トゥキディテスによるとアテナイのシケリア遠征の頃には神殿には 金銀の器や他の奉納物が豊富にあり、セゲスタはこれを使って、アテナイの施設に対して、セゲスタが豊かで、彼らの遠征費用を負担することができると、確信させている。カルタゴ人は、ウェヌスエリキナを、フェニキアの女神アスタルトと、同一心とみなしており、それゆえ女神にも、敬意を払った。ローマ人も、アイネーアースとの関連性から、女神と神殿の双方に、 特別な栄誉を与えている。確かに、ルキウス・ユニウス・プルスがここを占領した際には、ガリア人傭兵による神殿の略奪を防ぐことはできなかったがこれは神殿が経験した唯一の受難と思われる。この損害は直ちに回復され、ティオドロスは神殿は繁栄し裕福であると述べている。第一次ポエに戦争後に、シケリアは、 ローマのシキリア属州となったが、シキリア総督は、毎年必ずこの聖域を訪れ、それを護衛する栄養になった軍隊が任命された。シキリア属州の主要17都市は、神殿の装飾品として、毎年一定の金を支払うことが要求された。にもかかわらず、エリクスの町の水棒と、シキリアのこの地域が全般的に衰退したために、神殿も次第に無視されるようになってきた。 紀元25年には、セゲスタがティエリウスミカドに、神殿の修復を訴えており、タキトスによるとティベリウスはこれを約束したものの、実際には何も行わなかった。神殿の修復が実施されたのは、第四代皇帝、クラウディウスの時代であった。これが、歴史上エリクスの神殿に関する最後の記述であり、それが破壊された時期は不明である。12世紀までに、 神殿の上に城が築かれ、さらには監獄に転用された巨大な石で作られた基礎のほんの一部と呼ばれていたが、現存する遺跡のすべてである。しかしエリーチェのあちこちに点在する河口岩の柱は、もともと神殿のものであったことは確かである。すでに述べたように、神殿は要塞で囲まれており、中腹に建設された町とは異なり、強力な防御力を持っていた。 シー・コンシディウスのニアウスと刻印されたコインには神殿、そのものに加えて、それが立つ山を囲う要塞施設が描かれているが、描写の正確性は不明である。ローマ時代には、ローマ市のカピトリヌスの丘とコッリィーナボンの少し外に、ウェヌス・エルキナの神殿があったが、コインに描かれている神殿は明らかに元のシケリア式のものである。エリュクスのコインは、 ウェヌス崇拝に関連したデザインであるが、アクラガスのコインとの類似性を見せるものもあり、両都市の関係を示唆している。しかし、歴史の中で、その記述を見つけることはできない。ありがとうございます。